社長、社長。はい、どうも。これで泡洗車やってみません？泡洗車、なんかそれダイソーで買ったんですけど、すぐれもんさんとかね、他でも YouTuber さんにもこれをダイソーで買ったやつを改造して泡泡になりますってやつでしょ。そうそうそう。あ、見ちゃった。見ましたね。だって安いじゃないですか。300円とかですよね。うちも噴霧器ありますけど、ホームテンってのあるけど、あれはまあ結構しますからね。1万円前後するんで。じゃあこれ改造してみようか、今更だけど。まあ、やってみたいですね。先輩に学ぶシリーズにしましょう。まずこれが必要ですよね。噴霧器、ダイソーの園芸用品の場所で300円で売ってるものになります。似たような商品たくさんあるんですけど、今回はこちらでやりますね。で、穴を開けますので、まあ、千枚同士かこうやって画鋲、あとこの先っちょを少し改造するので、レンジ用のフードフィルターっていうのかな、これ、という、それだけなんですよね。実際やってみましょう。小さい細い方の管があるんですけど、このから1センチから2センチ下のところに小さな穴を開けます。はい、完全にこう貫通させてますよね。はい、でこれは抜いておきます。で、このあとは先っちょですね、ここちょっと硬いんですけど回してもらって、このようになってます。中はです、このままですね。はい、でこっちの方にこれにキャップがついてるので、これも外すんですけど、これ裏表間違わないようにしてください。で、これをまず分解しました。本体のこちらはそのまま。で、ここにこの先端に詰め物をするんですけど、その際にこれを使うんですね。はい、カットしました。だいたい幅 2.5 センチ、長さが15センチぐらいですね。はい。で、このカットしたフィルターを丸めます。はい。そしてこの丸めたものをここに、こんな感じかな。ちょっと雑かもしれないけど、こんな感じですね。はい。で、このパッキンですね、向きを間違えないように入れていきます。斜めにならないように入れるのがコツですね。はい、きっちり押し込みます。ほら、押し込むと入るんですよ。はい、で本体に取り付けます。これね、きっちりと締めなきゃダメですよ。はい、もうこれで完成ということなんですね。これで、はい、多分僕も初めて作るんで、で洗剤を入れて水で薄めて実際やってみましょう。まず改造前の状態ですね。このカーシャンプーオートブライトさん入れてあります。結構濃くは作ってあるんですけど、もう液体が流れてるだけですね。タイヤでもやってみますね。いきまーす。これじゃあね、まあ洗浄能力はあるかもしれないですけど、まあ濡らしてるだけですよね。はい、これが改造前です。はい、こちらがプチ改造後の噴霧器とカシャンと同じものを入れてます。じゃあやってみますよ。さあどうだろうな。おお、あら、すごいすごい、ほらめっちゃ泡じゃない。ほら、すごい、思ってたより、思ってたより泡だね。ほら、あ、すごい、こんなになるんだ。あ、すごい、泡洗車じゃないこれ。いや、すごい、全然違う、全然違うね、すごい、クリーミー、すごく。あ、タイヤもまたやってみようか。はい、それでは次タイヤやってみます。さあ、すごいよこれ。よし、うわ、すごい、いきいきよ、すごい、ビチビチしますね。この少しね、先の調節、ここの調節でね変わるので、そこはやりながら、こう、それでもこの泡がさ、汚れにこうくっつく感じ、すごいね。ちょっと手にやってみますよ。ほら、あのさ、今ボディーソープとか泡で出るタイプあるじゃない？はい、あんな感じ、摩擦です。すごいクリーミー。これだけ泡になるとしたら洗車も楽しいし楽になるよね。汚れが浮き出てくると思いますから。はい、
ということで今回この今頃ではあるんですけど、噴霧器をプチ改造してみたという動画になります。ちょこっとカスタムするだけでこれだけ泡になる、そして洗車が楽しくなるということはありますので、ぜひ皆さん一回やってみる価値はあるんじゃないでしょうか。ということで本日はここまでとなります。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。